こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の2月の定番コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まだまだですね、2月というと寒いんですけども、そろそろですね、ちょっと新しい服が着たいなという気分にですね、皆さんもなってるんじゃないかなと思っています。僕自身もそうで、やっぱりですね、秋冬の期間って結構長いので、そろそろですね、暗いトーンのお洋服に飽きてきたりだとか、春らしいものを着たいなと思ってるわけなんですね。ただ冒頭にもお伝えした通り、寒いのでなかなかコーディネートに困るのがですね、2月という季節かなというふうに思っています。そこで今回の動画では2月のコーディネートとして具体的に3つの事例を皆さんにお見せしたいなと思っていますので、ぜひですね、今回の動画を参考にしながら、皆さんなりにですね、カスタマイズをしながらですね、日々の着こなしのヒントにしていただければなと思っています。ちなみに2月といっても、めちゃくちゃ寒い日もあれば、意外と暖かい日もあったりするので、それぞれの気温ですとか、シチュエーションに応じてですね、3パターンご用意しましたので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく丁寧に解説してますので、まだの方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、コーディネートを解説したいなと思ってるんですが、いつもとですね、ちょっと画角が違うのをですね、皆さん気づいているかなと思います。いつもはですね、僕の顔が映っているんですが、その反面ですね、この膝から下がですね、映らない状態だったんですね。どうしてもですね、この空間自体広くないので、なかなか全身を映すのが難しいので、今回からちょっと試してみたいなと思ってるんですが、僕の顔を映さない代わりに、その他の部分は全部映る状態にしてますが、おそらくこっちの方がわかりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんコメント欄でご意見いただければなというふうに思っています。早速解説をしたいなと思っているんですが、まず一つ目のコーディネートなんですが、ロング丈のコートを使った着こなしになります。今回僕が着ているのは、以前ご紹介もしました、今季のユニクロ U の春夏のですね、トレンチコートですね。色はダークグレーを購入したんですが、これをですね、そろそろ着たいなと思って、早速活用しているわけなんですね。まあ、これ自体ですね、正直あったかいものではなくて保温性はあまり期待できないんですが、その代わりある程度重ね着をすることで、これをですね、2月に活用することも十分にできるのかなというふうに思ってます。このコートね、非常に気に入っていまして、まずはすごくライトで着心地がいいんですね。重量感がないのでサクッと羽織りやすいのと、あとはですね、素材にちょっと最初からシワっぽさがあるので、あまりですね、丁寧に扱わなくていいというところ、そこが個人的に気に入ってるポイントなんですね。ですので室内で脱いで軽く畳んでおいても、ある程度のシワはつくんですけども、最初からそういう風合いなのであまり気にならないという点がですね、すごくいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてこのコートの下なんですが、僕はジャケットを着てますね。いつも動画の中で着ることが多いですね、スティーブン・アランのダブルのですね、これグレー系のジャケットになります。まあ、こんな形でジャケットを間に入れてあげることで、ある程度重ね着効果で暖かさは担保できるかなと思っています。そしてその下にはですね、ストライプのシャツですね。色味全体が暗いので、その中でちょっとしたアクセントというか、華やかさを出したかったので、これはですね、昨年ですね、1年前に購入しました、プラス J のですね、スタンドカラーシャツですね。これが個人的に大好きで、未だによく着てるんですが、ストライプのピッチだとか、あとは襟の部分がちょっとクレリック状になってるのとかがですね、非常にですね、良いアクセントになっていて、個人的に気に入ってるんですけども、まあこういったものを挟むことで、まあ着こなしがちょっと華やかになるのでいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあジャケットよりも少しですね、シャツの方が長くなるんですが、こういった着こなしも全然ありかなと思うので、このようなカジュアルなジャケットスタイルもですね、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなというふうに思ってます。そしてボトムスに関しては、これも1年ほど前に購入したユニクロ U のですね、レギュラーフィットテーパードですね。まあユニクロの中にあるボトムスの中でも、ある程度ゆとりがあってですね、今っぽい雰囲気が出るので、個人的にはこのシルエットをすごく気に入ってるんですね。丈の長さはちょうどですね、靴に乗っかるぐらいのノークッションぐらいにしています。僕はですね、ハーフクッションにすることとかワンクッションにすることも多いんですが、1年ぐらい前はですね、このようなノークッションで仕上げることが多くて、これはこれでですね、足元がスッキリするのでバランスがいいんじゃないのかなと思っています。そして靴ですね、まあ、ちょっとこれで黒の靴だと重たいので、今回はもうめちゃくちゃ明るめのライトグレーのスーパースターを合わせています。まあ、こんな形でですね、全身は割とこうモノトーン系ではあるんですが、内側にですね、シャツでアクセントを入れたりだとか、あとは靴に明るさを取り入れることで
ちょっと春らしさというところも意識してあげるとバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まだまだちょっとこの着こなしでは寒いなと思うこともあるんですが、もちろん一番下にはですね、ヒートテック着てますので、これがあることでだいぶですね、ベースが暖かいので、まあ割とこれぐらいの着こなしでも十分過ごせるかなと思うので、ぜひですね、皆さんにも春物のコートを今時期から重ね着をしながら着るというスタイルもですね、ぜひお試しいただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、もう本当に2月で寒い時用の着こなしになってるんですけども、こちらダウンをメインに使った着こなしで、これまたですね、2月は必ず持っておかなくちゃいけないものなのかなというふうに思ってます。今僕が着てるのはですね、今季のグリーンレーベルのダウンで、少し着丈が長めになっているのが特徴で、お尻が隠れるので、少し大人っぽい雰囲気が出やすいかなというふうに思ってます。色はブラックがなんだかんだで使いやすいですね。まあダウンっていうのは何着か持っているのであれば、様々なカラーを揃えるのもいいですが、まあ多くの方は1着で回すかなと思うんですが、まあその時にはブラック系が、まず間違いのない選択肢かなと思っています。そしてその内側なんですけども、ニットとシャツの重ね着という形にしているんですね。まあダウンの内側でよくやるのはですね、ニットなんですが、その中でも丸首のニットって結構ですね、襟元が開くんですね。ここがですね、ちょっと寒かったりだとか、少し寂しい感じがしたりするので、個人的にはですね、バンドカラーシャツをですね、入れて、それを襟元から見せてあげたりだとか、あとは裾の部分ですね、ここからちょっと出してあげると、着こなしの良いアクセントになるので、結構丸首のシャツかけるバンドカラーシャツというのは使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。内側に着てるのはですね、これライトグレーの色味になるんですね。これは春のニットですね。これまた昨年ですね、グリーンレベルで購入したライトグレーのニットなんですが、まあ、2月ぐらいになってきたら少し春らしい色も使った方が僕はバランスがいいかなと思うので、ブラックだとかダークグレーだとかそういったニットではなくて、こういったちょっと明るいですね、ライトグレーだとか、もしくはベージュ系とかでもいいかなと思うので、春らしいニットの色をですね、取り入れてあげるとバランスがいいかなと思ってます。そしてシャツに関しては、ユニクロのバンドカラーシャツですね。これはですね、すごく重ね着の際に重宝していまして、個人的に使うこともすごく多いんですが、メインで使うというよりは重ね着のパーツとしてはすごくバランスがいいんじゃないかなと思ってます。で、ボトムスに関しては、まあブラック系も好きなんですが、今僕が履いてるのは、スラックス調のですね、イージーパンツですね。これはですね、ユナイテッド東京のアウトラストパンツというやつで、結構ですね、バランスが良くて、個人的にも愛用しているものなんですが、色はグレーですね。ミディアムグレーぐらいで、全身をですね、結構モノトーン調に仕上げてあげるとバランスがいいんじゃないかなと思います。これすごく伸縮性があって伸びるので、かなり使い勝手がいいので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。そして足元はですね、また白系のレザースニーカーなんですが、先ほどはアディダスのスーパースターだったんですが、今回はちょっとミリタリーっぽい雰囲気もあるジャーマントレーナーのホワイトですね。こちらを合わせてみました。まあ、白レザースニーカーの中でもですね、いくつか持っておくと気分によってですね、変えることができるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。この着こなしさえあれば、2月のめちゃくちゃ寒い時には対応ができて、ちょっと暖かいなという時には、先ほどのようなロングコートですね、春コートを使った着こなしができるかなと思うので、まあそれぞれ持っておくと便利なのかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の手抜きコーデなんですが、今度はですね、同じくダウンを着てるんですけども、先ほどのダウンのような結構重量感のあるものではなくて、もっとライトのですね、カーディガンタイプのものをですね、着ています。こちらはノースフェイスパープルレーベルのものなんですが、これがですね、気軽に着やすくて、個人的にもすごく気に入っているんですね。そしてその下にはですね、グリーンレーベルのホワイトのですね、パーカーを着ています。これはですね、たまたまアウトレットで見つけたもので、かなりお手頃で買うことができました。これからですね、春時期にはこういった爽やかな白パーカーって意外と使い勝手がいいので、皆さんも一着持っておくとすごく便利なのかなというふうに思っています。割とですね、このような着こなしだと寒そうだなと感じる方もいるかなと思うんですが、これはですね、シチュエーションとしては、車でお出かけをするときを想定してるんですね。まあ、車だとか電車での移動が多いときって、正直ですね、そんなにがっつりとしたダウンだと結構かさばるし荷物にもなるので、個人的にはですね、これぐらいライトなダウンを着てる方が楽なんですよね。
これだったら着たまま運転していてもそんなに邪魔にもならないですし、外に出てもそれなりに暖かいので、意外とですね、こういったライトなダウンが2月あたりにあるとですね、便利かなというふうに思っています。今季はですね、こういったカーディガンタイプのダウンジャケットですね、結構いろんなブランドから出てるので、ぜひ皆さんもですね、お手持ちのもので近いものがあればですね、活用していただければなと思っています。まあ身近なところで言うと、ユニクロ U のですね、ダウンカーディガンみたいなものが割と使い勝手がいいんじゃないかなと思うので、そちらで再現してみるのもいいんじゃないかなと思っています。そしてボトムスなんですが、これもね、結構気に入ってよく履いてるんですね。秋冬のプラス J のですね、ちょっとこうカーゴパンツっぽく見えるんですが、太めのですね、オリーブ色のパンツなんですけども、ちょっとミリタリーっぽくてやぼったく見える感じが個人的に気に入ってるんですね。まあ最近はですね、こういったミリタリーテストなものって結構テーマとして上がることが多くて、トレンドアイテムの一つかなと思うので、まあ、ボトムスちょっとゆったりめでトレンド感を出したいなという時にはですね、こういったプラス J のパンツなんかもいいかなと思いますし、お手持ちのカーゴパンツがあればそういったものと合わせてみるのもいいかなと思います。まあ、ただこういったパンツってやぼったく見えがちなので、色としては上半身をブラックでまとめてみたりだとか、あとは爽やかなホワイトなんかと合わせるとバランスがいいかなと思うので、まあ、このようなですね、オリーブのパンツは他に合わせる色としては少しですね、シャキッとした色を合わせるとバランスが取りやすいかなと思っています。そして足元なんですが、今度はニューバランスのスニーカーですね。これもですね、最近買ったもので M1500 というもので、これまた色合いがですね、ちょっとこうやぼったいグレーではあるんですけども、下半身をですね、オリーブとグレーというところでちょっとやぼったい感じでまとめつつ、上半身はシャキッとですね、シャープにブラックだとかホワイトでまとめるというところでバランスをとってあげるといいんじゃないのかなというふうに思っています。このね、手抜きコーデ個人的には好きで、割と休日にもよくしているんですね。二つ目のですね、ダウンのコーディネートは僕自身はそんなにはしないんですが、まあ、こういったライトなダウンだとか、一つ目のコーディネートなんかはですね、僕の日常のスタイルとすごく近いので、まあ、よかったら皆さんも一つの参考にしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の2月の定番コーデということで、皆さんにですね、具体的に3つのスタイルをですね、ご紹介させていただきました。個人的にはですね、新しい試みだったんですが、あえてですね、顔を映さずに他の部分全体を映すようにしてみたんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。個人的にはですね、なかなか良かったかなと思ってるんですね。というのも、着替えとかをすると結構ですね、ヘアスタイルが崩れたりだとか、あとはですね、撮影した動画を見てみたら結構変顔しててですね、これはちょっと使えないなということもあったりするんですが、顔が映ってないことで結構気軽に撮影ができたので、個人的にはまたやってみたいなと思ってるんですが、ぜひコメント欄で皆さんのご感想も聞かせていただければなと思っています。まあ、2月はですね、まだまだ寒い時期も続きますが、今回ご紹介したように本当に寒い日用のコーディネートもちゃんと用意をしながらも、他にはですね、ちょっとこうドライブだとか、他には春のアイテムを使いながらちょっとコーディネートを楽しんでみたりだとか、あとはですね、あまり外を出ないことを想定したような車だとか電車移動に対応したライトなダウンを使った着こなしですね。この3つがあれば結構2月の着こなしが飽きずにですね、楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。